あんなに考え抜いて買ったのに実は全然使ってないアイテム、こっそり皆様にお伝えいたします。どうも、やみつき松本です。ということで、本日は実は使っていないキャンプ道具を皆様に共有していきたいと思います。これ買ってよかったよとか、このアイテムこういうところが個人的に気に入ってますみたいな動画はよくあげるんですけども、私いろいろなギアを買い漁っている関係で、実は使っていないキャンプ道具というのもかなりあります。今回はそんなキャンプ道具を10品ピックアップして皆様に正直にお話ししたいと思います。今回ご紹介する使っていないギアは、私のスタイルに合わなかったですとか、代わりにこういったものが出てきたので私はこちらを使うようになったですとか、すべてそういった理由から使わなくなっているものですので、その商品が決して劣っているとかね、悪いとかそういうわけではないので、そこだけは注意してご覧いただければと思うんですけども、あなたのキャンプ道具選びにも、あ、こういう観点で使っていない人もいるんだなといったところで参考にしていただければと思いますし、代わりにこういう商品を今使っていますというところまで掘り下げてお話しいたしますので、きっとこの動画を最後まで見ていただければ、あなたのキャンプ道具選びの参考になると思いますので、ぜひ動画最後までご覧いただければと思います。ということで、まずはね、早速ですけども1品目いってみたいと思います。1品目にご紹介いたしますのはこちらになります。こういったもの皆様目にしたことあるんじゃないでしょうか。ガストーチです。で、このガストーチ、そもそもどういったものかというと、ここに CB 缶ですね、カセットボンベの缶をはめてガスを出してカチッとやると、ここにボーという感じで炎が出るという商品なんですが、まあ用途としてはずっとですね、火を起こしたりする時に使っていることが多かったですね。あと料理を良くする方とかだと焼き色をつけたりということで、これ自体はね、とても使える商品だと思うんですけども、 CB 缶と一緒に持ち運ばなければいけないというところの、まあ、煩わしさと、あと最近はですね、もう着火剤一発で火をつけるようなことが多くて、ファイヤーライターとかを使って火起こしがすることが多くなったので、こういったトーチでね、あえて火を起こす必要がなくなったというのも大きなところですね。この商品自体はね、とても優れたものだと思いますけども、私のスタイルにはどんどん合わなくなってきたというのが正直なところでございます。で、この外のトーチなんですけども、使わなくなった代わりに、私最近どういったものを使っているかというと、こちらですね、アッソブのポータブルスティックバーナーというものです。巷ではね、ライトセーバーなどと呼ばれたりしておりますが、まあこれね、バーナーという名前通り、ここから火が出る商品なんですけど、ちょっと実際に見ていただければと思うんですが、ここのロックね、外してここをオンにすると、こんな感じで火力がめちゃくちゃ出るようなバーナーになってます。で、ここのダイヤルを、回すことで火力調整もできますので、まあこういう感じでとろ火で普通のライターとしても使えますし、ちょっと火力を大きくするとこれトーチのような形でも使えるということで、まあ CB 缶をね、別に持っていかなくてもいいというところで、これをね、一発持っていけば済むという部分もありまして、こちらの方をね、よく持ち歩くようになっております。で、こちらの商品はですね、あの100均とかに売ってるね、ライター用のガスで中に補充して使えるということで、 CB 缶とセットでこちらを持ち歩くよりはまあコンパクトですし、まあこちらもね、火力調整はできるんですが、こちらも容易に火力調整ができるということで、まあ多用途に使えるという点で、こちらをね、持ち歩くようになってから、これはね、なかなか持ち歩かなくなってしまいました。まあ私の場合だとね、バター大好き人間として皆様に認知されているかと思うんですけども、バターをね、ちょっと溶かしたりする時とかもね、こういったバーナーで全然大丈夫だと思いますので、そういったところで調理に使いたい方もですね、火起こしに使いたい方も、通常の着火ですとかね、火を使う場面で使いたい方もですね、これ1本あればおおよそなんとかなるかなというところもありますし、まあ価格的にもね、そんなに高くないということもありまして、詳細はね、概要欄の方に載せておきますので、よろしければチェックしていただければと思うんですけども、なかなかね、こちらの出番が少なくなってしまったというのが現状です。ただね、まあホームセンターで手に入りやすかったり、この外のトーチ自体もね、優秀なものではありますので、特にね、バーベキューとかで楽しまれたい方にはね、こういったものを使ったことなければお勧めしたい商品ではありますが、まあ私のスタイルとしてはね、なかなか合わなくなってしまったということで、最近出番が少なくなってしまっていますよということで、1品目の最近使わなくなってしまったキャンプ道具としてご紹介させていただきました。そして2品目の使わなくなってしまったキャンプ道具、こちらになります。スキレットです。いや、これ自体は
めちゃくちゃ優れた商品であることは間違いないです。最近ではですね、100円ショップとかでも買えますし、やっぱこのスキレットを使ったアヒージョですとか、そういったものはね、憧れがある方もたくさんいらっしゃると思いますし、現役でねバリバリ使ってるという方が多いんじゃないかなと個人的には思います。で、このスキレット自体ね、私も好きな商品ではあるんですが、やっぱりちょっと重いということもあって、私の場合だとファミリーキャンプと、ソロキャンプどちらにも使えるギアというのをチョイスすることが多いんですが、特にソロにおいてはですね、この重さのものを荷物に忍び込ませるということがなかなかできなくなってきておりまして、まあ個人的にやっぱりこの重さとこの柄の部分がね、折りたためない商品がね、ほとんどかと思いまして、そういったところでなかなかね、手にしづらくなっているのが現状になっております。で、まあこれの代わりにどんなものを使っているのというと、まあ最近だとやっぱこういったものですよね。これの中に入っている、よいしょ。こういったマルチグリドルタイプのものになります。私が持っているのはブラーさんのマルチグリドルポットという商品ですけども、マルチグリドルも何品かね、持っていて、そちらの方をメインに使っているような状態であります。スキレットはね、やっぱり重くてかさばるというところが、デメリットとしてね、個人的には感じているんですけども、かさばるという点に関しては、マルチグリドルの方がむしろかさばるかなと思ったりもするんですが、やっぱりね、重さですよね。このスキレットは鋳物でできてますので、ちょっとね、やっぱり重いということもありますが、マルチグリドルは、基本はね、アルミでできたものがほとんどということですので、まあ軽量ということで持ち運びやすくて、なおかつね、油を敷かなくてもですね、くっつかないというところで、やっぱスキレットの持ち歩かなくなってしまった原因の一つに、シーズニングをしたりですね、油ならしをしたりということで、ちょっとね、メンテナンスに手をかけてあげることが必要になってくると。逆にそれがね、味でいいという方ももちろんいらっしゃると思いますし、私自身もね、育てられれば、それはそれで、素晴らしいものかなと思うんですけども、やっぱり手軽に持ち運べるという点と、手軽に使えるという点からですね、どうしてもひょいっと持っていくときは、こういったマルチグリドルを持っていくようになってしまいましたね。で、マルチグリドルタイプもね、ちょっと注意が必要で、やっぱ面積がね、大きくなりますので、シングルバーナーとかで使う場合は、CB 缶の上までね、マルチグリドルが覆ってしまって、熱を伝えてしまってね、爆発の危険性もあるということですので、使うバーナーとかはね、注意が必要かなと思いますけども、私の場合だとね、こういったところにはめられる、フラットバーナーとかガスがね、分離しているタイプのものを使っておりますので、こういったものも使えるようになったというところはありますが、まあ、いろいろな点を加味してですね、こういったスキレットをなかなか使わなくなってしまいましたよというところを、正直に告白させていただきたいと思います。で、今回の動画ね、これから全部で10品上げていくんですけども、皆様もね、購入したけどなかなか使わなくなってしまったなというキャンプギアあると思いますので、他のね視聴者さんの参考にもなるということもありますので、ぜひ動画見終わった後ねコメント欄で白状していただければと思います。ということで、2品目にご紹介いたしましたのはスキレットでした。3品目にご紹介いたしますのは、よいしょ、ちょっと伝わりにくいかもしれませんけども、テーブルいっぱいに広がるこちらになっております。こちらが何かと言いますと、コットでございます。おいおい、コット使ってないんかいと思う方もいらっしゃるかもしれないんですけども、私がね、今こちらに用意しましたのは、折りたたみができないタイプのコットです。で、こちらのロースのものはハイタイプのコットということで、一時期はね、ファミリーキャンプを中心によく使っていたんですが、やっぱりね、この大きさということと、あとこの重さということもあってですね、設営撤収はね、やっぱりこの大きいという反面しやすいんですが、かさばるという点と重いという点でなかなかね、持ち歩かなくなってしまいました。で、過去動画でもね、いろいろご紹介しておりますけども、この代わりに何使ってるのというところをお話しいたしますと、まあお察しの通り折りたたみ式のね、コットを使うようになりました。で、これはハイタイプの折りたたみできないコットだったんですけども、私が持ってる折りたたみ式のものは、まあユージャックのものとブルックリンアウトドアカンパニーのもの、それから、まあワークマンのものとか、いろいろなコットを持っているんですけども、すべて組み立て式の 2way のコットになっております。荷姿としてもこれのね、半分ぐらいというところの大きさに加えてですね、これよりも全然軽いというところ、さらに、まあ、ハイとローをね、切り替えができるという点で、なんだかんだ言って、そちらの方が使い勝手がいいかなと思って、こういったね、折りたたみできないタイプのコットを使わないようになってしまいました。折りたたみ式のコットのデメリットとしては、やっぱりね、設営撤収の手間というところを考えると、こういったね、折りたたみできないタイプの方がガバッと広げるだけなんで簡単だったりはしますが、まあそれを差し引いてもね、ちょっとでかすぎる、重すぎるというところがあって、まあ私の環境ではなかなか使えなくなってしまったかなと思います。まあこの大きさのものだとソロキャンプはね、ちょっとやっぱり車を使うにしてもちょっと厳しいかなとなってきますし、まあファミリーキャンプにおいても、まあ 2way の折りたたみ式のものがこれより小さくてあるんだったら、多少組み立てめんどくさくてもそっちでいいかなと思ってしまったりする次第でございますので、
なんかね、どんどん使わなくなってしまったというのが現状でございます。ただこれ自体はね、先ほども言った通り、まあ簡単に設営できるという点と、まあ寝心地とかね、通常のハイコットなんで間違いない商品なので、そういったところに問題があったというわけではないんですが、まあただ単に私のスタイル的にですね、ここまで大きいもの、そしてここまで重いものを持ち運べなくなってしまったというところが大きな原因かなと思いますが、なかなかね、使えなくなってしまっているというのが現状でございます。はい。ということで3品目にご紹介いたしましたのは折りたたみ式じゃないタイプの、ハイコットでした。そして4品目にご紹介する商品はこちらになります。まあ、具体的にねこの商品というわけではないんですが一括してお話ししてしまうと安いタイプの LED ランタンになります。で、私こういったタイプめちゃくちゃ持ってまして、まあやっぱキャンプを始めた当初にですね、とにかく安くて手に入りやすいということで、いろいろなランタンを試してきました。蛇腹にね、バラバラってなるタイプですとかね、こういったまあシンプルなタイプとかいろいろあるんですけども、まあこれ自体がね、全然性能的に劣っているということはないんですが、まあ安いタイプの LED ランタンにありがちな、個人的にちょっとめんどくさいと感じる点ですね。電池式なんですよね。なので、まあ今回の4品目にご紹介するのは電池式の LED ランタンということになりますが、このね、やっぱ電池式というところが非常にやっぱりめんどくさいというところですね。まあキャンプにね、もう継続的に毎週行ってるよという方はいいかもしれないんですけども、やっぱり行く時の間隔がね、1ヶ月とか空いてしまう場合にわざわざ電池を取り出したり、わざわざそのため電池を変えたりということをしなければいけないというのが非常に、ちょっと個人的に億劫になってしまってですね、単に私がめんどくさがりというところだけなんですけども、性能的にはですね、こういったランタンでもそれなりにしっかりしたものもありますので、そういったところが引っかかっているというわけではないですし、使い勝手もですね、こういったカラビナがついていたり、いろいろといいものはあるとは思うんですが、もうとにかくね、この電池式というのがめんどくさくてなかなか使わなくなってしまっているというのが現状です。で、代わりにどんなものを使っているのかというと、まあ過去動画でもね、いろいろ紹介はしておりますが、はい、一番メインで使っているのどれと聞かれるとこれかもしれないですね。全野圧のジグという LED ランタンになります。まあこれ自体も、充電式ということもありますが、充電口もね、できればタイプ C のものがいいということで、私 iPhone も最新の15に変えたんですけども、もうそれによってほぼ充電端子はタイプ C 端子に変わってきているということもあって、まあゴールゼロのね、通常の USB の口がついたりしているものも持ってはいるんですけども、やっぱりいろいろ考えるとタイプ C で充電できるランタンで、なおかつかっこいいというところと、まあ使い勝手がいいというところで、まあこのジグをね、メインで使うことが多くなってますね。なので、まあこちらの商品もですね、やっぱり初期の頃はそんなにね、お金出せないよという方もたくさんいらっしゃると思いますし、ちなみにこれ私が手に持っているのは100円ショップで購入したものですけども、こういったものでも、まあ十分明るさは確保できますし、カラビナがついていたり、これに関しては磁石がついていたりということで、機能的なメリット等々はいろいろありますし、実際に使ってみて実力不足を感じるということはあんまりないような気はするんですが、やっぱり電池で動くタイプのランタンよりもですね、こういった充電式の LED ランタンの方が長く使えるかなと個人的には思っていて、こちらを持ち歩くようになっております。こういったタイプのランタンで電池を入れっぱなしにしといてしばらく使わなくて気づいたら液漏れしてたみたいなこともね、ありがちなので、そういったところもね、含めてめんどくさがりの私はやっぱりこういったものの方が使いやすいかなと思っております。ということでご紹介しましたのは電池式の LED ランタンでした。続いてご紹介いたしますのはこちらです。もうこれも皆さんご存知ですよね。メスティンです。で、これ私今ね手に持っているのはトランギアのメスティンです。一番初めに買ったメスティンとして結構ね燻製に使ったりもしているので、デコボコしたりですね、こういったすすの跡がついたりということで味はねかなり出てきているかなと思うんですが、実際ね最近メスティンなかなか使えておりません。で、100円ショップでもですねメスティンが多数出てきておりまして、まあ大きいタイプのメスティンですとか、さらに言うとね、フッ素加工したね、メスティンとかね、いろいろと優れたものは出ております。で、メスティン自体も、まあもちろんね、優れたクッカーであるということは間違いないですし、まあ安価で買いやすいという点も含めてですね、おすすめできるクッカーの一つではありますし、まあ一つは持っておきたいかなと思うのが正直なところではありますが、まあ最近ね、私の場合だと、これを使わなくなってしまっている理由としましては、まあそういった使い勝手とか性能面ではなくてですね、単純に戦闘飯盒2型を購入してそちらの方が気に入っているという理由からこのメスティンを使わなくなってしまいました。で、こういったねトランギアの通常のメスティンですと、まあアルミということもありまして
調理に向いているかって言われると多少工夫が必要かなと思いますが、まあフッ素加工したねメスティンとかダイソーで販売されているようなものですと、比較的ね炒め物をしてもくっつきにくいという点ですとか、炊飯でもねくっつきにくいという点がメリットに働いて炊飯もしやすいですとかね、クッカーとしては性能としてはね非常に優れたものかなと思っております。で、戦闘反応についてもアルミでできているということもありまして、別になんか性能がメスティンに劣るとかそういうわけでは全然ないんですが、個人的にはですねやっぱり水蒸気の熱で炊飯ができる水蒸気炊飯というシステムが戦闘反応ではあるんですけども、水蒸気炊飯を使えばですねご飯を炊くときにまあ失敗しないということもあって非常に使いやすいかなと思ってますし、なおかつねやっぱり所有感、やっぱりメスティンに比べると本体価格自体は何倍もする商品ですが、やっぱり持っているとですねなんかこう心がワクワクするという点もあって、やっぱメインで、戦闘飯盒を持ち出すようになってからですねこういったメスティンを持ち運ばなくなってしまったということもあります。ということで、まあ引き続きね、初心者の方でまあダイソーのねフッ素加工メスティンとかは本当に一つは持っておいた方がいい商品ですし、使い勝手がいい商品だと思いますので、欲しいと思っている方はですね、買って間違いないかなとは思いますが、私的には戦闘飯盒の方が今気に入っているという理由から単にこれをね使わなくなってしまったということがありますので、皆様に共有したいと思います。ということで、最近使わなくなってしまったアイテム、メスティンでした。はい、続きまして6品目にご紹介する商品はこちらになります。ちょっと開けてみます。まあこれは一例ですが、こういったタイプのローテーブルを使わなくなってしまいました。で、まあ、鹿番長とかのね、ローテーブルとして、まあ、多くのね、キャンパーに愛されている商品だとは思いますが、私のスタイルの中ではですね、こういった商品をなかなか使わなくなってしまっているというのが現状です。まあ、いろいろ工夫を凝らした商品がありまして、私の持っているこちらのものですと、こう、足がね、2段階に高さが変えられたりということで、いろいろなね、タイプのこの手の商品は出ていると思います。ワークマンとかでも、かなりね、お安いテーブルとして、過去にね販売して個人的にも何個か持っているんですけども、全てね総じてこういうタイプをなかなか使わなくなってしまったというところがあります。まあこの手のテーブルは非常に価格がお安いというところもありますし、まあローテーブルの中ではですね比較的しっかりしているということもあって、上からのね耐荷重にも強めの頑丈設計ということもあって、多くの方にね愛されているかなと思いますが、大体のこういったテーブルはこのテーブルの板の間ゴム紐で留められていますので、ちょっとね、持つ時に気をつけないとガチャガチャっと崩れてしまうというところがね、使用上の注意としてはあるんですが、個人的にはですね、まあローテーブルで面積の割に持ち運ぶ時のサイズ感がですね、ちょっとかさばるかなということもあって、使わなくなってしまっているという点と、あとはですね、私ぽっちゃり体型でおなじみということもありまして、地べたスタイルですとか高さの低めの椅子、グランドチェアタイプとかを使う場合はですね、こういったロータイプのテーブルも使いやすいかなとは思うんですが、まあ個人的にですねちょっと高いタイプの椅子を使うようになったということもあって、なかなか使わないようになってしまっております。で、代わりにどんなものを使っているのというところをお話ししていきますが、まあ、先ほどね、ロースタイルのテーブルの話をしましたけども、ロースタイルのテーブルだとこの2つをね、ほとんどメインで使っております。1つは外のね、フィールドホッパーというね、展開が簡単にできるテーブルですとか、あとね、これベルンのトレッキングパッドというテーブルなんですけども、まあこういったコンパクトに持ち運べて、まあこういう感じでテーブルとしても使えるんですが、これね、要は、風防としても使えたりするんですよね。ちょっと立てかけて風を遮ったりするように使えたりということで、要は簡単に設営ができるですとか、まあテーブルの機能にプラスワンで使えるというところで、そういったところがね、なんだかんだ言って、まあ使い続けている理由かなとも思いますが、ロースタイルのテーブルにおいては、先ほども言った通り、私自体がロースタイルでキャンプすることが、まあ比較的少ないということもあるんですが、こういったテーブルはですね、クーラーボックスを乗せたり、ワットノットのね、収納コンテナを乗せたりするように使うことが比較的多いですね。なので、まあメインはね、今見ていただいている、このラーテルワークスのウッドパネルテーブルの120ということで、めちゃくちゃ大きい面積のテーブルになっているんですけども、やっぱりね、一回こういったものを使うと、かなりテーブルの上でね、いろいろやりやすいので、便利だなと感じて、まあこういったものを使っています。さすがにね、ちょっと面積的にはかさばりますが、逆にね、高さがある程度あるテーブルの代名詞としてね、ずっと私が使ってたのはね、スームルームですとか、ムーンレンサーにあるね、こういったアルミのテーブルセット、よくあるじゃないですか。
ですかね。組み立て式のやつですね。で、こういったものになってくると、まあコンパクトですし、高さもある程度使いやすいところということもあって、初心者にもね、全然おすすめできる内容かなとは思うんですが、やっぱりちょっと組み立てがちょっとめんどくさいなというところがあります。で、逆にね、このラーテルワークスのテーブルは、もうかさばるという点はね、一番かさばります。それはもう間違いないですし、重さもそれなりにあるんですが、組み立てはね、この大きさの割にはそんなに難しくないというところと、時間をそんなに取られないというところがありますので、そういったところと、あとはね、もう広げた時のもう無敵感がすごいんですよ。この面積が広くて、何でもできるというところもありますので、お気に入ってね、これを使うようになっております。ということで、まあ、いろいろね、今使っているテーブル等々のお話もしましたけども、結論としてはですね、こういったアルミのね、ロールタイプのテーブルをなかなか使わなくなってしまったというお話をさせていただきました。はい、ということで続きまして7品目の実は使わなくなってしまったキャンプ道具をご紹介いたします。7品目にご紹介いたしますのは大容量クーラーボックスです。実はですね、今ね、私すでに知人に譲ってしまって手元にはないんですが、イグルーの58リットルのクーラーボックスをメインのクーラーボックスとして利用しておりました。で、あれ自体もですね、保冷力もまあそれなりにあるというところと、あとね、車輪がついていて、まあ持ち運びが便利というところ、さらに言うと、まあ、上の面がね、ドリンクホルダーがついていたりということで、まあキャンプ場でね、テーブルとしても使えるというところもありまして、価格もね、結構容量の割にはお安いということもあって、ファミリーキャンプをメインの用途として購入をしました。まあ使用感ですとかね、冷えの感じは、まあめちゃくちゃ冷えるってわけではないですが、それなりに、性能を発揮してくれるというところもありまして、クーラーボックスとして劣っていたというところはそれほど感じていないんですが、まあ何にせよでかいんですよ。とにかくでかい。これね、買おうと思っている方はちょっと一回ね、コストコとかにも売っているようなので、コストコの店舗行ける方はそちらの方もチェックしてから購入した方がいいと思うんですけども、私の場合ですとね、車のね、トランクがもうほぼそれで占領されてしまうぐらい大きくて、ちょっとこれは、まあファミリーキャンプに行く際にもですね、もう満載の荷物の中、クーラーボックスが占める割合がすごくなってしまって、なかなかね、使わなくなってしまったという現状があります。あとね、中に入れるのも、まあ大容量ということで58リットルで良かったんですが、まあ私の場合だと2泊3日とかね、3泊4日ってことはなかなかしないので、ちょっとオーバースペックだったかなということもありまして、やっぱクーラーボックスなんで、中のね、密度が低ければ低いほど消えにくいという現状があると思うんですよね。なのでそういったところも含めてなかなかちょっと手に持て余すところがあって手放してしまったというのが現状です。で、代わりにどんなものを使っているのというお話なんですけども、これこちらですね、ムーンレンスのクーラーボックスです。これは容量が38リットルのもので、よくあるね、ウレタンの壁が入っているもので、保冷力が高いタイプのものになっております。こんな感じで、容量がね、だいぶ減ってしまうということも あったんですが、保冷力はね、こういったタイプのものの方が良くなったかなということは感じております。で、容量がね、少なくなった分どういったもので補っているかというと、まあ私が持っているものだと、このダックノットのソフトクーラー、もしくは AO クーラーのソフトクーラーということで、ソフトクーラーとこういったハードクーラーを併用することで、ファミリーキャンプにおいてもですね、使うようにしていまして、まあこういった使い方がやっぱり一番いいのかなということを感じております。まあ、でかいの一発買うよりもですね、こういったソフトクーラーと、ハードクーラーちょっと分けて容量も小さめにすることによって、ソロキャンプに行くときはね、こういった小さいソフトクーラーだけ持っていくような使い方もできるようになりましたので、個人的にはこういった運用が一番いいのかなと思っております。やっぱりね、クーラーボックスを語る上ではね、なんかシマノの6面真空とかのクーラーボックス欲しくなったりはしますが、今のところなんか保冷力で困ったりするような連泊をすることがあんまりないので、こういった運用で今のところ大満足しております。もちろんね、連泊される方ですとか人数が多いファミリーの方とかはね、大容量のクーラーボックス一発の方がいい場面ももちろんあると思いますので、今の私のスタイル的なことを考えるとちょっとオーバースペックだったかなということで使わなくなってしまって手放してしまいました。ということで7品目にご紹介しましたのは大容量のクーラーボックスでした。続いてご紹介していきましょう。8品目にご紹介いたしますのは、よいしょ、この手のやつです。価格の安い河川シュラフになります。まあこれ私今手に持っているのはダイソーの河川シュラフですけども、まあその他にもね、いくつかのシュラフを持っております。これ買った時はですね、まあ個人的には冬のね、めちゃくちゃ寒い時とか多分キャンプやらないし、まあ夏のキャンプにしか行かないかなと思っていたので、
とりあえず価格が安いものであれば何でもいいかなと思ってはおりましたけども、まあこのダイソー以外にもですね、いくつか化繊のシュラフ持っているんですが、すべてね、使わなくなってしまっております。で、使わなくなってしまった理由なんですが、そもそも夏にシュラフをそれほど必要としないケースが多くてですね、まあ変な話、夜の寒さ対策に持っていた上着をね、上にかけるだけでも全然大丈夫という時もありますし、ちょうどこのシュラフが欲しいというケースになかなか出くわさないということに最近気づいてですね、夏でもね、こういった化繊のシュラフを持っていかなくなってしまいました。で、代わりにどんなものを使っているのというと、よいしょ。これ、まあ一つの例ではあるんですけども、これね、今持っているのは、ワークマンのアルミフュージョンダウンシュラフということで、9800円の商品なんですけども、これ確かね、快適温度がね、5度前後ということで、まあ、それなりのスペックの3シーズンシュラフと呼ばれるものなんですけども、まあ、これの他にもですね、ダウンシュラフとか、モンベルのね、バローバッグですとか、冬用のシュラフも持ってはいるんですが、やっぱりね、こう、汎用性の高いシュラフっていうのが非常に、持っていく頻度は高くなっております。先ほどのね、化繊のやつですと、どうしてもね、もう春、秋もちょっと厳しいみたいなところがありましたが、まあ、こういったものでしたら、逆に言うと、夏場はね、掛け布団として使うぐらいのね、羽織るものとして使ったりもできますし、まあもちろんね、春、秋もね、全然これをシュラフとして使って宿泊もできるというところで、使用する場面がね、とても多いということもあって、かなり、重宝している商品になります。なので、まあ、化繊のシュラフね、購入検討している方もいらっしゃると思いますし、まあ、化繊のシュラフのね、いろいろスペックはあると思いますが、まあ、やっぱり、めちゃくちゃ安い化繊で、基本は夏にしか使えませんよ、みたいなシュラフを、それでいいかなと思って私は購入していたんですけども、今になって思うとですね、もうちょっと上のスペックのものを買ってですね、夏はかけるだけで、春とかね、秋の、ちょっと寒くなった時期はシュラフとして使うみたいな使い方をした方が使用頻度は高くなるかなと思いますので、今だったらね、こういったちょっとミドルクラスのシュラフを先に買うかなと思いますけども、そういった理由からですね、こういったまあめちゃくちゃ安い化繊のシュラフというのは使わなくなってしまいました。変な話ね、夏の暑い中ね、シュラフに被って寝るということは逆にないような気がするので、そういったところを考えると、まあ汎用性の高いちょっとスペックの高めのシュラフ買っとけばよかったかなと今になっては思いますので、そういった理由からですね、こういったシュラフはね、使わなくなってしまいました。ということで、8品目にご紹介いたしましたのは、めちゃくちゃ安い化繊シュラフでした。そして、9品目にご紹介いたしますのは、こちらです。これだけじゃなんだかわかんないですよね。ヘリノックスタイプの折りたたみ式のチェアになります。で、まあこれ自体がめちゃくちゃ悪いということはないんですが、私は使わなくなってしまっております。で、価格的にもめちゃくちゃ安いですし、まあ初心者の方がね、一番初めに選ぶチェアとしてはこのタイプの椅子が多いんじゃないでしょうか。で、まあこのタイプの椅子ね、簡単に説明しますと、まあ座面と、骨組みがね、別々になっていて、まあ骨組みを組み立てて椅子として使うというようなものが、まあ本当にいろいろな種類のものがあると思います。まあ私もね、本当にいろいろなものも持ってますし、ワークマンで安く売られていたようなチェアも持っていますが、最近ではね、なかなか持っていかなくなってしまいました。で、その理由としましてはですね、もう本当に、組み立てだけです。組み立てがちょっとめんどくさいなというところがあります。やっぱりね、コンパクトに持ち運べるというメリットはあるんですが、大体全ての道具そうですけど、コンパクトに持ち運べるものは、組み立てが必要ということが結構多いので、そういった意味でもですね、なかなか使わなくなってしまっております。一部ね、特殊な事情として、すごい椅子タイプですとかね、リクライニングができたりするタイプですとか、さらに言うと、グラウンドチェアって言ってね、ヘリノックスで一番ね、地べたに近いタイプの座面を持つグラウンドチェアとかがありますけども、あれはね、本当に周りの道具に合わせて使うことがあるんですけども、こういったね、まあよくあるヘリノックスタイプのチェアというのは、なかなか持ち運ばなくなってしまいました。で、まあ今例としてね、他に使ってる椅子もちょっとお話ししたんですけども、一番ね、使ってるタイプのチェアは、今日ね、実は座ってるこういったタイプのチェアになります。まあ、何せよ個人的にはですね、背中がハイバックで背中が預けられる方が簡単ということもありますので、今ね見ていただいているのはカズミアウトドアのチェアなんですけども、まあ、こういったチェアと同タイプのユージャックの何年リクライニングローチェアとか、そういったものをよく使用するようになっています。
まあ、これに関してはですね、もうとにかく設営撤収が簡単ということで、ガバッと折りたたむだけなんですよね。もうこれだけで、設営撤収が簡単ということで、まあ、かさばるという点ではですね、かなり、ヘッドチェアよりは、かさばるというのは間違いないんですが、このね、アウトドアのチェアって、私の場合だと、一番最初に展開して、で、撤収の一番最後に閉じるというような、設営撤収順で、いつもキャンプを楽しむことが多いんですけども、まあ、キャンプ場について、まずね、椅子をガバッと広げて、一旦座ってちょっとリラックスするとか、そういうことができるのは、やっぱり二つ折りとかね、ガバッと展開できるようなものの方が、まあ、こう、私の使い方としては合ってるのかなと。いうところがありまして、こういったものを使うようになっています。で、まあ、こういったチェアはね、贅沢仕様として、このアームを倒すと、リクライニングもできるということもありますので、個人的にはですね、もう離れられないかなと思っておりますが、まあ、ヘリノックスタイプのチェアもね、もうとても素晴らしいものではあるんですが、私はね、本当にめんどくさがりで、設営撤収には極力ね、時間をかけたくないというところがありまして、ああいったね、組み立てタイプのチェアはなかなか使わなくなってしまいました。はい。ということで、9品目にご紹介いたしましたのは、ヘリノックスタイプのチェアでした。そして、最後にご紹介する商品。これはね、賛否両論あると思いますが、あくまで私のケースとして聞いてください。はい、こちらです。折りたたみ式の薪ストーブです。これもね、加工動画にしておりますので、よろしければね、そちらの方も見ていただければと思うんですけども、最近ね、なかなか出番がなくなってしまっております。で、私の持ってる商品は、まあ、チタンのね、折りたたみ式の薪ストーブということで、クッキングエスケープさんが販売しているもので、結構ね、高価なものではありますね。で、まあ、これぐらいね、コンパクトになるということで、荷物的にもかさばることなく持ち運べますし、さらに言うとね、まあ、チタンということもあって、軽量に作られているということもあります。が、個人的には、最近はね、全然使わなくなってしまっております。で、これのね、個人的に使わなくなった理由の一つとしましては、まず薪煙突が苦手ということがあります。こういった薪煙突ですね。なんか他の人見てると結構ね、スイスイ組み立てているんですが、要はこの筒をですね、ぐるぐると回していくとどんどん伸びていくという仕様なんですが、それがね、なかなかうまくできずに、私ね、2回、3回使っているんですけど、初回はね、やっぱ大変、一番大変なのは間違いないんですが、2回目、3回目もやっぱちょっと手こずるケースがあって、私ぐらい不器用だとちょっと折りたたみの煙突、正直ちょっとめんどくさいなと思うところがあって、そこにハードルを感じてしまって持ち出しにくくなっているというのが1点ですね。あともう一つは、個人的に灯油ストーブ、石油ストーブの方を持ち運ぶことが多くなっております。私の周りのキャンパーの方はどちらかというとね、薪ストーブの方が好きという方が多いのかなと思いますが、まあ普段ね、焚き火とかされて薪をいじったりですね、火を楽しみたいという方はもちろんね、薪ストーブの方が全然おすすめですが、まあ灯油ストーブに関してはまあそういったロマン性はあんまりないものの、安定感は抜群ということもあって、火力的にも安定しますし、灯油の量とかでもですね、時間を調節できたりということもあるので、まあかさばるという点はもちろんね、こういった折りたたみ式の薪ストーブの方がかさばらなくて優れているかなと思うんですが、やっぱりこう火を扱う手軽さですとか安定した火力とかそういうものを考えると、やっぱ灯油ストーブの方が楽かなと思って、灯油ストーブの方をチョイスすることが多くなってしまったというのが、メインの理由です。私灯油ストーブに関してはパセコの灯油ストーブとアルパカプラスですね、どちらも所有しておりますけども、まあよく使っているということもありまして、逆にね、冬キャンプの使用頻度を考えると、まあそんな毎週とか全然行けておりませんので、そういった理由からこういった折りたたみ式の薪ストーブはなかなか使えなくなってしまっているという現状にあります。ただね、これはもう絶対に逆に手放すことはしないですけどね。薪ストーブは薪ストーブで絶対にやりたい時は出てきますので、薪煙突をね、ちょっと練習したりしながらですね、次回の薪ストーブの出番を待っている状態ではありますが、今現状としてはですね、やっぱり灯油ストーブの方が使いやすいという点と、まあ気軽さを感じているというところで持ち出す機会が多くなっていますので、こういった、折りたたみ式の薪ストーブ使わなくなってしまっております。はい、ちょっとこの辺はね、賛否両論あるかなと思いますので、皆様のご意見もね、お聞かせいただければと思いますけども、あくまでね、今回ご紹介した10品は全て私の事例として捉えていただければと思いますけども、最後にご紹介いたしましたのは折りたたみ式の薪ストーブでした。
はい、ということで以上10品皆様と一緒に見ていきました。最近使わなくなってしまったキャンプ道具、正直に白状してきました。どれもね、使わなくなってしまった商品自体も名品が多いかなと思いますので、決しておすすめできないというわけではないですが、特にね、私が最近過ごしているキャンプスタイルに合わなくなったですとか、この商品を買ったから使わなくなったといった理由がほとんどですので、皆様それぞれのねアイテムの中でお話ししたメリットももちろんありますので、皆様のねキャンプ道具選びの参考にしていただければと思います。で、動画見終わった後はですね、ぜひ、この商品私ね実は使ってないんだよみたいなねコメントもいただければ、私の参考にもなりますし、他に見ている視聴者の皆様の参考にもなると思いますので、ぜひそういったコメントもお寄せいただければと思います。ということで、今後もあなたのキャンプ道具選びの参考になるような動画を作っていきたいと思っておりますので、よろしければチャンネル登録お願いいたします。ということで、以上やみつき松本でした。じゃあね。